はい、ザ・ゲームギャルチャンネル春99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、ファンタジーゲームホラーズさんからてですね、エルドリッチホラーの、まあ、日本語版ですね、まあ、日本語版はアークライトさんからておりますけども、今日はこちらをご紹介したいと思います。エルドリッチホラーですね、まあ、日本語版の紹介ということで、これですね、まあ、コマが非常に多いゲームでして、1回開けるともう入らなくなってしまうんですね。私の場合ですね、まあ、中敷きですね、中にこう本当はあの仕切りがあったんですけど、まあ、あれをのけてしまってですね、まあ、100均でこうした区切りの箱が売ってますね。これ1個100円ですけども、こうしたもの1個買ってきて、まあ、セットしておけば後で非常にプレイしやすくなると思って、まあ、こうしたもので区切ってます。まあ、これも FFG さんのゲームはまあこの手のコマが多いのがまあ非常に多いので、まあ、こうした100均をまあ活用するのもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあなんか詳しく見ていきたいと思います。はい、まあ、非常に大きいゲームなのでちょっとざっとなんとなく展開してみました。まあ、このが全体の大きなボードですけども、まあ、あのアーカムホラーとかですね、まあ、同社のですねアーカムホラーの流れを組むゲームでして、まあ、前作と言っていいと思いますけど、前作のアーカムホラーの場合はですね、アーカム市ですね、アーカムの都市の中でさまざまなイベントが起きていたので、まあ、それに対して、まあ、各探索者さん、インベスティゲーターがいろんなことをして封印すると、何がこうごにゃごにゃ言ってるかというと、いろんなことっていうのをですね、まあ、各ゲームの開始に誰をターゲットにするかっていうのが決まってですね、まあ、誰かっていうのは、まあ、今回のゲームでも継承されているわけですが、例えばアザートースとか、まあ、ヨグソホートスとかショブニグラスとか、まあ、いわゆるクトゥルフですね、まあ、こういった何の事件を解決するのかっていうのを最初に設定しておいて、まあ、それに従ったイベントがさまざま街のあちこちで起きてたっていうのが、前回のアーカムなんですけども、今回はですね、まあ、ちょっとボードアップしてますけど、まあ、この辺アフリカ大陸で、まあ、上がヨーロッパだとするんですけど、まあ、世界中なわけですね。まあ、こちらだったらアジアだったり、南米だったり上が北米だったりするわけです。まあ、世界中をですね、まあ、探索者ですね、探索者のコマがまあ移動すると、これですね、これ探索ですね、まあ、探索者のコマがまあこう置かれて移動しながら、まあ、各地で、イベントをこなすと、まあ、そんな感じのゲームで、まあ、基本的にですね、まあ、毎ラウンドをプレイして終わると、何かしらのイベントが起きて、モンスターが湧いたりですね、なんか良くないことが起きたりというのをやっつけていくと。で、各最初にさっきやりましたこの目的の最初に決めた、じゃあ今回アザトースをやりますよというなると、まあ15ラウンドしたらまあゲームがほぼ終わりに向かうわけですけど、まあこの制限時間内でなんとかこいつらを封印するように頑張ると。で、選んだターゲットごとにですね、まあイベントカードというか、まあクエストですね、何々クエストしたらあいつらを封印することができるとかですね、まあそういったカードがまあ満載でありますので、まあこれをターゲットにやっていくというのが基本的な流れなんですね。前作のアーカムホラーが、まあ、アーカムっていう都市一つに対して、いろんなイベントが起きてたっていうのから、まあ、基本のシステムはよく似てるんですけども、まあ、全世界をですね、まあ、ターゲットに、東京でこんなモンスターが湧いてきたとかですね、どこどこで異世界のゲートが湧いたとかですね、いうのを見ながら、まあ、あっちこっち移動しながらプレイするというのが今回のエルドリッチホラーの、まあ、変わったところというところですね。で、エルドリッチホラーになってこの日本語版を見てみて一つ気がついたのがですね、このさっき出てましたインベスティゲーターですね、ファンタジーフライトゲームさんですね、まあ、このクトゥルフシリーズ大好きなわけですけども、今までこのインベスティゲーターとほとんど同じなんですね。マンション・オブ・マッドネスもそうしかり、アーカム・ホラーもしかり、エルダー・サインもしかりなんですけど、基本的に同じ探索者さんが、まあ、いつも出てきて、まあ、いつもどこかに出てくるなんですけど、まあ、ついにですね、まあ、いろいろあったのか知りませんけど、今回全員新しい人に変わっていて、まあ、能力も知らないので、まあ、ある意味このシリーズを楽しんでる人は、あ、おついに変わったのかなというふうに楽しめるというわけですね。で、その一方でですね、アイテムとかですね、魔法、いわゆるアーティファクトですね、とかですね、魔法とか出てくるんですけども、それはいつものデザインのファンタジーフライトさんのデザイン、絵柄が出てくるんで、まあそれを見たら、あ、またいつものあれだなというのがピンときやすいということで、旧作のファンも楽しめながら、新しいですね、探索者の能力も楽しめるというところがミソじゃないでしょうかね。まあ基本はですね、まあ、ゲームとしてはシビアなんですけど、そんなやっぱり難しくありません。基本的に自分の番来たら、まあ、移動しますかとか、どうしかというのを決めて、移動したら移動先のですね、例えば特定の地形だったり、特定の例えばピラミッドとかいう特別なところだったり、あるいは異次元のゲートが開いたら異次元のゲートだったりって、まあ、対応する場所に応じたカードをめくって、まあ、それに対応する中身を読んで、自分の探索者の能力に従ってサイコロと、まあ、これは基本なので、基本ダイスゲームなんですけど、まあ、全員でですね、どのゲートをやっつけるんだとかですね、
まあ、どこでクエストを達成するんだっていうのをワイワイやりながら楽しむというところが、まあ、このゲームの面白いところでしょうね。で実際プレイしてみるとですね、まあ、2つありますね。これクエストを達成するときにプレイヤー人数を2で割るというのがよく出てきます。なので、3人5人の時非常に辛いです。人数割りが端数切り上げになるので、2人だと1個で済むんですね。半分になるので、これ2人でもプレイできるわけですけど、3人で端数切り上げになるので2個になるんですね。3人しかないけど何か2個達成しないとクエスト達成にならんと。で4人だと2つでも5人だと3つになっちゃうんですね、端数切り上げなので。なので奇数でプレイするとちょっと辛いのかなという感じがしましたね。実際ボードゲームキーブでも見てみたら、まあ、4人とかがいいとかなっていましたね。あともう一つこの日本語版ですけども、もうすでに公開されてますけども、かなりエラッタが出ています。あのカードの効果とかですね、マニュアルもですね、あちこちエラッタがありますね。あの普通にプレイしようとするとまずセットアップできません。あのカードの一覧、セットアップの一覧にあるものがコンポーネントの一覧にないとかあるので、必ずですねアークライトさんの方でバッチリエラッタが出ています。まあ大量にこれだけテキストバルゲームなんでやむないと思いますけども、せっかくはですね、あのエラッタを公開されていただいてますのでですね、必ずこれ日本語版プレイスある方はまずマニュアルを読める前、ルールを読める前にですね、アークライトさんの方サイトに行かれて、ラッタの方を確認された方がいいと思います。元のファンタジーフライトさんのこのシリーズ全部テキストが非常に多いので、大元からエラッタが出やすいゲームではあるんですけども、もう早々とですねアークライトさんの方で、エラッタを出されているということがありますので、まずそれをご覧になってからプレイするというのがいいんじゃないでしょうか。このエルドリッチホラーですね、まあ、あのクトゥルフの世界観が好きな方でしたら、かなりあの世界の規模が大きくなりましたので、前のアーカムシリーからですね、まあ、全世界がターゲットということで、必ずそういう意味で、ちょっと規模が大きいゲームとして楽しむことができると思って、なかなか個人的にもお気に入りです。はい、ザ・ゲームギャルチャンネルの春99でした。クトゥルフファンの一人としてこれが普及すると楽しいと思っております。